超高速道路乗ったウィップってあるんですけど、はいはい。ママのパスタ自体に罪は別にないんで。Hey, what's good, your boy? It's the H.O. And you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。やすやすさまゆうき、バイバイ。はい。はい。さあ、今日はですね、はい、日本語ラップに、はい、出てくる、はい、英語のフレーズ、はい、のね、はい、こっちに行かない、こっちです、うん、意味というかね、はい、まあやっぱり、英語のスラング入れてきたり、うん、することもね、多くなりましたので、はいはいはい、この曲で使われているこの言葉、こういう意味だよっていうのをね、ちょっといくつか取り上げてみようかと思いますので、うん、はい、でも気になってる人多いんじゃない、これ。そうだよね、実はまあなんとなく聞いて知ってるけど、これ本当は意味何なんだろうっていう人もいると思うので、うん、まあもし今後もね疑問あったら、言ってもらえればね、そうですね、解説したりもしようかなと思いますので、はい、ぜひ、はい、行ってみてみましょう。まず1回目やってみましょう、はい、一番上から見てみましょう。この超高速道路乗ったウィップ、何の曲でしょう。これあれですね、カズマくんの、はい、ティーネージバイブ。そう、フューチャリング当時、はい、ですね、これもうやっぱり2年前ぐらいの曲なんですけど、はい、バンバンクラブでもかかってますんで、 TikTok のね、ダンスにもあるんですけど、そかそか、それで、そう、超高速道路乗ったウィップってあるんですけど、はいはいはい、だからまあもうこれに示されているように、ウィップって車です。ああ、はいはい、そう、車でもなんていうかちょっとまあ高級車さしたりするっていうかね、はいはい、感じが多いんですけど、はい、こう車のスラング、なんでウィップかっていうと、なんでウィップ、ウィップの自体の元々の意味というかはあれですよね、ムチ、はい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 、ムチなんで、ムチと車、乗るものって考えると、あ、分かるよね。分かるよね。なるほど。昔はやっぱり馬車乗ってたんで、それがウィップ、ウィップで操作してましたから、昔はね、はい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 、大馬さんを、まあちょっとそれもかわいそうな話ですけどね、それがハンドルに変わったような感じで、そこからレースをして、ウィップが車を指すみたいな、なるほどね、なりましたけど、はい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 、でもさ、これよく考えたらさ、日本でも乗り物のことさ、自分のさ、愛用してる乗り物のこと、アイバって言ったりするじゃん。ああ、アイバ言いますね。そういうなんか、ことで考えたら、なるほどっていうか、うん、結構自然な流れなのかなっていうか。はい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 、アイバ、足とも言うし。足、そうそう。交通機関のこと。うんうんうん。なんだろうね。トイレのことをお手洗いって言うみたいな。ちょっと違うかな。トイレ、こう、メインは用を足すところだけれども、うんうんうん、それに付随するこう手を洗うという行為を指して、うん、なんかお手洗いというふうな言い方をします。うん、おい、ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違いました。違うけど、はい、まあ、うん、そういう、まあ、いろいろ考えてくれてありがとう。はい、もうこの振りで分かってたよって人もいるかもしれないですけど、ウィップ、使うこと本当、多いよね。うん、多いね。英語の歌詞だと、はいはい、よく出てくるんで、これからも出てくることと思います。ウィップ出てきたら、車なんだと思っていただければ、はい、と思います。俺と仲間でスタックするチーズっていうのがあるんですけども、はい、これは、エイデンの曲。あ、なるほど。エイデンの、Make It Up ですね。はいはい。っていう曲に出てくるフレーズなんですけど、俺と仲間でスタックするチーズ。スタックってこう、積む、積むって感じ。そうですね、うん、うん。なんですけど、チーズを積む。なんか、チーズ工場で働くのかなみたいな感じ、はい、ではなくて、はい、チーズってお金です。はいはいはい。お金のスラングなんですけど、チーズ、よく使うよね。よく使うね、これね、うん。スラング、うん。うん。で、チェダーって言ったりとかさ。チェダーとも言うし。はい。はい、特に、ブルーチーズなんて言ったりしてさ。うん。アメリカだと、青が、一番高いか。100ドル札の一番新しいやつはこの青く見えるっていうようなところから、うん、ブルーチーズって言ったりしますね。だからブルーチーズが一番欲しいわけですよね、はい、お金をスタックしてくる、だからお金を稼ぐぜっていう感じなんですけれども、うん、チーズがなんでお金なのかって、まあ、調べてみたんですけど、俺そういえばそれ知らなかった。そう、なんで、諸説あるらしいんですけど、うんうん、昔その
福祉政策でですね、まあ、お金のない人、貧困の家庭の人にアメリカの政府がお金とチーズを配ったと。実際のお金と食料としての本当のチーズ、リアルチーズを、はい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 、配って貧しい家庭の人に、福祉政策としてやってたということで、はい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 、なので、まあ、お金とそのチーズがこう結びついてることからチーズがお金のスラングになりましたっていう感じらしいです。なんかガバメントチーズって言ったりする。そう、ガバメントチーズ自体僕聞いたことあったんですよ、うん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 、なんかそれがまあお金のことなんだろうなと思ってたんだけど、でもなんでチーズと思ったら実際のチーズだったのっていう説があるってことなんですか。説がある、一説です。でもなんかいろんなとこで語られたりしてるので、はい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 、うん、まあちょっとだけ信憑さんのかなという感じです。はいはいはい。これね、スラングじゃないんですけど、はい、家に帰って食ってるママのパスタっていうフレーズ、これはMC タイソン、ミュージックハスラーですね、っていうニプシーハッスル、の曲サンプリングして作った曲なんですけども、はい、これは家に帰って食ってるママのパスタってどういうことみたいな人もいるかと思うんですけど、うん、これエミネムのルーズヤセルフのなるほどラインを引用してですね、はいはい、ママのスパゲッティを吐き出しちゃうみたいなフレーズが。There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but it keeps on. 止まんなくなっちゃうよね。そうそう、わかるんだけど気持ちはね。そうそう。ママのスパゲッティを、吐いちゃうみたいな。吐いちゃった。はい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 。フレーズがあって。でまあ多分それを受けてのあーなるほどねことなのかなと。面白いねこれね。ことでパスタ、ママのパスタ自体に罪は別にないんでしっかり食べてください。ママのパスタはね、じゃあ食べなさい、ちゃんとね、残さず食べてください。残さず食べてくださいだけど、はい、なんていうか、まあその前のフレーズがアマちゃんのカスはとかいうところもあるので、はいはい、そういうとこを受けて、でかつエミネムの歌詞を受けてのこのママのパスタという表現、はいはいはい、なのかなと。なるほど。いうことで今日はね、3つほど、紹介させていただきましたけれども、はい、違ったらどうするこれ。どうなの、全然違うのかな。まあまあまあ、うん、多分そうでしょう。でヒップホップ聞いてると、ヒップホップ聞いててママのスパゲッティ、ママのパスタって聞くと、あれかなっていうのはやっぱりね、うん、まあ、連想されるところですので、はい、もう全然違ったらそうです、はい、あらかじめはい、ということで今日はね、はい、3つほど紹介させていただきました。はい、どちらの曲も、概要欄にリンク貼っておきますので全部チェックしてください。よろしくお願いします。はい、皆さんチャンネル登録、それから通知ボタンのオンもぜひよろしくお願いします。そして、何よりもですね、コメント、うん、いただけると大変嬉しいですし、この動画が良かった、面白かったという方は、いいねボタン押していただけると大変嬉しいです。我々 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、そちらの方もぜひフォローしてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。ピース。ちょっと申し訳ない申し訳ない、はい